ブシロードブシロードムーブ協協はブシロードグループの声優プロダクション。公式サイトや公式ツイッターアカウント上では女性が所属する響きと男性が所属する響きに分けられているが、ここでは基本的にまとめて説明する。ブシロードグループの芸能プロダクションという立ち位置から所属者はブシロードが関与したメディアミックスプロジェクトへの出演、主題歌担当のほか。 ブシロード関連のイベントステージテレビ番組の司会進行やゲストなどとして顔出し出演する機会も多い。ブシロードグループの声優プロダクション協という位置づけは企業時点から変わらないもののブシロードグループ再編に伴いたびたび運営企業が移管されている。基本的には単に響きと呼称すれば声優プロダクションを指すが同じ響きのブランド名を冠する。 インターネットラジオ配信サイト、響き響きラジオステーションマイナスがあり、区別のため、武士ロードミュージック遺憾以降は、現在に至るまで、声優事務所、響きと、声優プロダクションであることを強調した案内も多く、使用されている。前日の通り、声優事務所と称しているが、以前より、吉田泉が餃子評論家としても活動している。また、2015年からは、ブシロードが、 バンドリ、プロジェクトをスタートし、サポートミュージシャンなどを起用せずに、キャスト自身が、楽器演奏を行い生バンドライブを開催する、異例の展開方法を行っており、響き、響きから、ほとんどの所属声優が参加している。さらにもともとミュージカル女優からの転身で2009年より、声優として、響きに所属している、三森鈴子及び、 もともと舞台女優として活動していて2016年に響きに所属したアイバ・アイナの二人を筆頭に2016年からは所属声優が積極的にミュージカルに出演する機会が見られ始め同年秋にはブシロードとネルケプランニングとの共同事業としてアニメとミュージカルを強く結びつけ双方に共通出演させるタレントのオーディションを行いブシロードグループとして 声優兼ミュージカル俳優の活動を重視する方向性が見られる。ブシュロードとネルケプランニングは舞台作品をこれまで共同でカードファイト、バンガード、バーチャルステージと獣フレンズを上演。2018年現在は前述のオーディション合格者による少女歌劇レビュースターライトの展開を進めている。響きからは三森、相馬、伊藤綾瀬が出演している。 なお、西本理美は、ブシロード寝る気プランニングとは関係のない外部での積極的な舞台出演をしており、公式ツイッターのプロフィールの冒頭、ブシロードが2019年から展開を開始した DJ をテーマにしたメディアミックス作品 D4DJ にも6人が出演している。2017年に開催した所属オーディションでは、声優を軸に舞台に限らず、 プラスアルファでのマルチな活動を重視して募集し、4人の新規所属者を迎えた。以降、毎年所属オーディションを開催している。2009年3月6日に、ブシロードのスピンアウトカンパニーとして設立された、株式会社協が、インターネットラジオなどと共に、声優マネージメント業務を開始。それ以前より、ブシロード関連の司会等の仕事をしていた、吉田泉。 中本義久が所属し、同年内に三森鈴子も所属。2010年2月6日に開催された武士ロードカードゲームライブ2010内で行われた公開オーディションエリーを探せ。全国声優オーディションツアー全国決勝大会の優勝者である佐々木未来が所属。またこれに伴って三森、徳谷大空、佐々木、吉田による声優ユニット、 ミルキー・ホームズが結成された。ほぼ同時期に、得意が所属、同オーディションで準優勝となった、寺川学美も同年より所属。2012年頃、ゲーム版のミルキー・ホームズにて、主人公、小林オペラ役を務めていた、森島修太が所属。2013年4月27日に開催された、大漫画祭2013内で行われた、公開オーディション。 ミルキーホームズシスターズメンバースカウトオーディション決勝大会の優勝者である伊藤彩さんが所属またこれに伴って寺川伊藤彩さんによる声優ユニットフェザーズが結成された2015年4月18日学美が率いるバンドリの声優ユニットポッピンパーティーの初ライブにてメンバーとして伊藤彩さんに加え西本理美がご披露目され 響き所属であると、自己紹介。同21日、西本の正式発表に加え、尾崎由香の所属も発表された。2016年5月より、相葉アイナが所属となっていることが、2016年6月3日に発表された。2017年2月より、バーチャルキャラクター、つくもが、音声合成声優扱いで所属することを発表。2017年6月、 初の公開所属オーディション開催。現在の株式会社協設立時には一旦遺憾の対象外でブシロードミュージックによる運営が続けられていたミルキーホームズオフィシャルファンクラブホームズ探偵学院の運営を会期の切り替わりである2017年8月1日に合わせて遺憾を受けた。2017年8月1日公式 YouTube チャンネル響きスタイルを開設。 2017年10月6日、白田淳の所属を発表。どうなのか発売の月刊武士ロード市場にて6月に開催したオーディションの合格者男女、各2名、東野光、つむぎりさ、間野匠、前田誠治の所属を発表。また、同時期に公式サイトを一部リニューアルし、女性声優の響きと男性声優の響き2ページを分割。 2018年1月15日、ニコニコチャンネルに女性部門の響きファンクラブを開設。2018年2月16日、響きスタイルを女性部門とし、男性部門のメンズ響きスタイル枠による映像配信開始。2018年5月12日、バンドリの新プロジェクトとして、男性版のアルゴネイビスプロジェクトを発表。メンバー五人のうち、 森島、前田、ヒューガ大輔の3人がご披露目され、日向が響き所属であることも発表された。2018年5月、前年同様所属オーディションを開催。2018年9月15日に開催された、アルゴネイビスレー、セカンドライブ指導マイナスにて、伊藤正弘がお披露目され、同時に響き所属であることが発表された。同18日、 新道あまねの所属を発表。2019年には、武士ロードグループとも関係が強く、響き所属者とも共演の多い、株式会社、S 及び A スクルーエンタテインメントと合同でオーディションを開催。2019年4月2日には、西尾由かの所属を発表。2019年8月1日、南若菜の所属を発表。2020年4月26日、 D4DJ のユニット、リリカルリリーで、振動の参加のみ先に公表し、残り3人を公開オーディションで決定するとしていたメンバーの合格者が発表され、そのうち、深川隆香及び、渡瀬結月の2人が響き所属となったことを発表。2020年6月18日、前年同様に、SS クルーとの合同オーディションを開催。2021年2月1日、 前年の合同オーディションの合格者として、青木春菜と立石凛の所属を発表。2021年2月9日、響きファンを響きスタイルとしてリニューアルし、男性部門も合流した総合的ファイクラブになる。なお、ブシロードグループでは、2020年より VTuber プロダクション、彩り芸能郵便社を立ち上げたが、これは MD 部門の株式会社ブシロードクリエイティブによる、 事業であり、響き及び響きの運営会社では関与しない。少人数によるチームコンビを一部所属声優で組み、YouTube での動画配信を行っている。ありがとうございます。